はい、どうも皆さん、こんにちは。ワッソンでございます。それでは、インスクリプション続き遊んでいきたいと思います。前回はね、獣のスクライブを倒して、この魔法ステージにあたり来ましたよと。でね、ちょっと録画ミスをしてね、最初のなんか5分間ぐらいはね、全く録画をね、せずに喋ってて攻略しちゃって、今ここのステージで、こいつをね、倒していました。で、こいつはなんか何回でも挑戦できて、これを使ってね、プレミアムカードを稼いで、新しくね、カードとして、どれだってこれか。これがある間はね、モックスを提供するっていうカードをゲットしました。以上です。こういう感じでダミーがあって、で、ここのなんかね、ヒントしばらく悩んでたんだけど、ここのね、攻略っていうか、まあ、やり方は、このカードに書いてある、これ、ドクロ、で、手が出てくる、で、最後に飛翔と。これがヒントらしいね。まあ、これで、超過プラス T ですな。で、こんな感じでね、ちょこちょこ超過分でプレミアムを稼いでいるっていう、こっそり作戦してました。で、ここでなんか攻略というかさ、成功させたら、このなんか、ボーナスタイムは終わってしまうんじゃないかとか思ってしまい、今はちょっとこいつで稼いでました。多分終わんねえとは思うんだけどね。とりあえず、満足いくぐらいまで稼いでみます。超過3ですな。あ、間違えた。これで OK。よし、超過3。まあもういいか。ここであんまやりすぎてもしょうがないしね。前に、ここ降りて、ここは下に行くための直通ルートですね。で、右のところはカードショップだね。で、これが欲しかったグリンジのモックス。まあ、オーレのモックスとかあるんだよな。まあいいや。で、カードパックを買ってみよう。パキャン。あー、なるほどね。これは、魔法のレア1枚、コモン2か。そういう感じなんだね。じゃあ、ゲットしたやつを、こう加えて、OK。デッキパワーが38枚になりましたね。で、あれだっけ、録画前に行ったんだけどさ、ここ見たかわかんないけど、ここに道があって、ここ行くとなんかこれが映るっていうね。よくわかんないよね。こういう隠し要素なのかっていうさ。これじゃこっちはいけないし。こっちから出るだけなんだよね。何の意味があるんだっていう話よな。じゃあまあ、ここの謎を解きましょうか。はい。モックス。で、これが二人目の弟子か。おー、初めて見る。想像してみなさい。自分が氷の固めで、熱したフライパンの上で溶けているのを。あ、今のはそういうことよ。頭が串刺しになっている痛みと言ったら、お前、串刺しなんだ。やばいな。ほら、マスター、やばいな。それだけの価値はもちろんあるけど、マグニフィカス様が私に最高の名誉を与えてくださるから。私は、彼のデッキの中心になるの。すごいな、みんなカードになりたいんだね。え、このカード初めてだ。ルビーゴールドしろとルビーがいるんだね。へえ、なるほど。オッケー。で、これを出すと、盤上にある間はってことなんだろう。ああ、まあ単純にこれあれか。こいつがルビー効果になるっていうだけでいいのかな、そういう認識でいいのかな。あ、だわ。なるほどね。理解。で、これを横に動かして。わあ。どうすっかな、これ。とりあえずカードがないから、ここでターンエンド。やられます。ついですな。あっても意味ないな。とりあえずブロック。さて、いいカード来い。あー、高カード来るか。これ何？ああ、モックスカードは攻撃力1得るんだ。へえ。じゃあ、これと、これを出して、カードを引きます。これで3枚分引けます。あ、3枚じゃない。これで2枚なんだね。あ、ねえか。ええ、じゃあ、こいつ破壊して、これと、これを出して、はい。そうか、モックスパワーで1が増えるのか。めんどくせえな、マジで。はい。あ、やられただわ。このデッキめんどくさいな。マグニフィカス様がご覧のはずよね。私はもう少しここで待てばいいだけ。また瞑想に戻らせてもらうわ。ごめん、すぐ再生だわ。再試合。まあ、これで4ダメ。ああ、これでダメージ食らうのか。あ、でもな、こうやると毎回余剰分1もらえるし。勝ちは勝ちだ。オッケー。っていうか、前回このプレミアムに気づいたけどさ、今までじゃあちょうど倒したんだね。なんということで、私、彼の戦略の中心にはなれなさそう。それでいい。ブロッカーとして使われても構わないわ。マグニフィカス様を失望させてしまったから。弟子たちすごいね。どんな忠誠心？このパックを受け取って。ありがとう。持ってないやつ。ああ、これ来たか、モックス1だね。いいね。ありがとう。ああ。扉開けてくれた。で、こいつとは戦えるのか。じゃあ、永遠にパック増やせるね。で、デッキ。ここら辺のモックス減らすか。
見習いメージこんないらんしな。練習用ウィザードもそんないらんか。そんなもんかな。まあカード多すぎてもデッキ圧迫するだけだからね。あ、あとあれじゃん。左上の宝箱開けてないじゃん。ハードパック。持ってないやつ。あー、グリンジモックスね。いいね。このグリンジモックスはモックス2つ分だからね、割と便利なんだよね。で、カードパワー上げる。OK。さっき言ったのにカード増やすっていうね。では、これ3回。おほ?なんだこれ。上の印は強欲な時に見つかる。下の印は聞こえにくい。あるいは、聞こえすぎる時には見つかる。真ん中の印は活気がない時に見つかる。真ん中の印は活気がない時に見つかる。あ、意味がわからん。ああ、チェスト。ウサギ?なんでウサギ?リスじゃなくウサギなんだ。あ?ああ、ドクロだ。あれはどこのやつだ?活気がないとき。聞こえにくい。強欲なときに。ああ、いろいろ調べていると見つかったから強欲なのかじゃ。間違えた間違えた。ここでなんかついてんだよな、マークが。あ、あった。これか。で、この印は意味あんのか。とりあえず今まで見つけたやつはやってみようか。ドクロで、これでしょ?これなんか適当にやったら見つかんねえかな。無理か。じゃあここだとして、合わんか。あ、カードがあった場所に印に気づく。はあ、ここは翼か。ドクロの場所は違うか。あれがじゃあ羽だとしたら、羽が一番いいのか。え?なんで?やっとだ。大興奮者だよ。なんかしなきゃ解いたわ。私の知り合いは見た通り、感覚者なんだ。おう。私の心を持つポテンシャルを最大まで引き出すためだ。それがついに解放された。マグニフィカ様、聞こえますか?準備ができました。戦う必要がある。承知。おう。なんか、めんどくさいやつだな、マグニフィカスって。また知らんカードあるし。なにこいつ。モックスカード操作したい場合は。意味わかんねえ。でも、攻撃力高いね。え、ホバーメージ。ああ、対峙したとしても、飛行持ちね、要するに。はいはいはい、オッケー。まあいいよ、これで。じゃあ、真ん中にこれ出して、とりあえずブロック札、ドロー。はい、ドローした。じゃあ、こいつ破壊して、ここに出すかな。オッケー。で、これと、これ。はい、3段目じゃない、3人倒す。あ、攻撃しても意味ないやつね。はいはいはい、オッケーオッケー。で、ここで死にました。じゃあ、ここを破壊して、これでカード引きます。2枚か。じゃあ、もう一回こいつ破壊して引きます。あー、しょっぱいカードばっかだな。これ破壊。これ破壊。こうかな、じゃあ。じゃあ、ま、これで盤面は展開完了。グリーンジェムさえありゃ十分だからな。こうして、じゃあ、こうしようか。これで1打目。これで OK かな。余剰分プラス2。オッケー。8。そんな強くはないね。今のはとても興奮したよ。私たちはこれで終わりじゃないよな。もう一度光を見たい。そして歌いたい。踊りたい。君はここから去ったりしないか?どうだろうね。カード、おお、グルメージ。骨2か。ないな。オッケー、ありがとう。もしドアを開けたら、君が戻り道で私を連れ出してくれる。そうだよな。いや、それはわかんないけど。じゃあ一応、さっき手に入れたこのモックスカード入れといて。お邪魔しました。で、これで最後かな?これが獣のスクライブか。獣じゃないわ、魔法のスクライブか。ここはなんだ?あ?なんだこれ?実験室みたいなもんか。で、なんか手紙がある。ブリムラへ E03 の計画は、一時的な力の掌握の範囲をはるかに超えておるかもしれない。この大いなる超越は大混乱を巻き起こし、どんな結果を生むかわからないだろう。は、考えた方が。なんかあのロボットがやってんのか。やってんのかというか考えてんのか。
はい、というわけでね、本日はこの辺で終わりましょうか。いやー、なんか、今のところサクサクだね。またこいつに対して苦戦するのかな。嫌だなー。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。